こんにちは、青加藤農園です。奄美の方は台風が遠くなってきたのでだいぶ静かになってきました。今回の台風は夜までは全然大丈夫だったんですが、夜中にすごい風が吹いたみたいで少しだけ被害が出てます。その被害を見ていきたいと思います。意外にこの風通しを良くした多肉棚の中の多肉たち見てみます。全然平気です。この方法いい考えだったかも。次からもこれでやっていきます。カトレアの花が咲きそう。船の花壇もレモングラス倒れてます。あと、いろんな花たちももう抜いて片付けていきます。一番びっくりなのはこの棚倒れてました。ちょっとブロックを土に埋めただけだったので東からの風をまともに受けて倒れてしまいました。もうちょっと天気が良くなったら片付けて立てていきます。四季咲きミモザアテネイも倒れました。台風が来る前に枝をたくさん落としたんだけどやっぱり倒れました。でも植木鉢に植えたまま入れてたので植木鉢を立てるだけで大丈夫そうです。場所を変えただけですごい急に大きくなりました。庭の方はそれ以外はそんなに被害はなさそうです。あ、蜂が1個倒れてる。おお、バラの花も咲いてる。これもでももう切り戻していきます。花たちが少し、背の高い花たちが少し倒れてます。ちょうどもう植え替えの時期なのでこれを機会に抜いてきれいにしていきます。一平の木が倒れてるみたいです。プルメリアもちょっと斜めになってるかな。あとこの入り口のドラム缶の多肉下に下ろすの忘れてたけど無事でした。風がすごい当たったところと当たってないところの差が激しいです。このランタナはすごい花がたくさんついてたけどなんかボロボロになってます。あとはやっぱり背の高いバナナたちはすぐやられてしまいます。ここの実のなってる2つはなんとか持ちこたえています。もうあとちょっとでいい感じの大きさになるんだけどこのもうちょっとがまだですね。あとはこのグアバの木が1本根こそぎ倒れてます。うわ、もったいない。あ、それと一緒にバナナもやられてる。後ろの夜まではそんなに感じなかったんだけど結構大きな台風だったんでしょうね。夜中は全然気づきませんでした。このバナナ倒れてる。もったいない。もう少し大きくなったらよかったのに。後で収穫します。雨も風も止んでセミがたくさん鳴き出しました。これから弟2人で
片付けに入ります。パールアカシア、なんとか大丈夫でした。